どうも皆さんこんにちは、レッドです。 DIY Do it yourself、 専門業者じゃない人が自分で修理製作を行うことを DIY と言います。今回はこちらのシルビアのミッションオイルとディファレンシャルオイルの交換をしていきたいと思います。ミッションオイルの交換時期が約2年で、走行距離が2万キロから3万キロ。そしてディファレンシャルオイルの交換時期が約2年で、まあ大体走行距離が5万キロぐらいが交換目安。なので、車検をするときに交換することをお勧めいたします。そして今回オイル交換に使っていくオイルはこちら、タクミモーターオイル。ディファレンシャルオイルに使っていくオイルが 80W の90。そしてこちらがミッションオイルです。75W の90です。それではオイル交換作業、レッツスタート。今回は新ガレージになって初の整備動画となります。今回もたくみさんにミッションオイルとディファレンシャルオイルを提供いただきました。ありがとうございます。それでは新ガレージの一発目の整備動画いきたいと思います。揺れ OK、 リフト上げます。まあ、リフトアップがね、簡単になったっていうのもあるんですけど、こうやってね、腹下の撮影がすごくやりやすくなりました。今までの状態だとね、カメラがなかなか入りにくかったので、こういう撮影ができるのはすごくいいですね。そしたら最初にミッションオイルから交換をしていきます。まずね、このミッションオイルなんですけど、ドレインボルトが下に1箇所と上にもう1箇所あります。下がオイルを排出する場所で、上がオイルを注入する場所になります。で、これ外す順番があって、必ず上から外してください。仮に下のボルトを外してオイルを出した後に、上が緩まなかった時、オイルが入れれません。すっからかんの状態です。そうなるとまずいので、先に上を緩めて外れることが確認できた後に下をね、外す感じでいきます。そして今からドレインボルトを外していくんですけど、こちら2分の1のソケットです。こうやってはめ込んでみるんですけど、結構グラグラしてるのお分かりいただけますかね。なのでこちら専用のドレインボルトソケットです。2分の1のソケットと比べると若干ね、サイズが大きいので、こうはめ込んだ時にグラつきが少ないです。ただ今回使ってるのが 13mm なんですけど、まあ、13mm でもね、結構振り幅があるので、こちらトネさんに無理言って作ってもらった 13.5 ミリのソケットを作ってもらいました。もうぐらつきがほとんどないので、専用設計みたいな状態になっております。これが14ミリだとはまらないんですね。では今からこのドレインソケットを、こちら収縮ラチェットハンドル、この収縮ラチェットハンドルと組み合わせます。そしたらこれがね、長さが変わるので、力がね、かかりやすくなります。緩むかな、簡単に。あ、簡単に緩んだ。オッケーオッケー。そしてね、このリフトを買ったので、オイルがこの高いところから落ちても大丈夫なやつを買いました。し、準備オッケー。じゃあ抜いてこう。そして取り外したドレインボルトに鉄粉がついているので、一度取り除きます。そしたら次にね、このドレインボルトの下のボルトを取り付けていくので、シールテープを巻いていきます。進行方向で自分に向いてる時に時計回りで巻いていきます。だいたい3周から5周ほど、この一つの山をずらしながら、どんどん奥に厚く巻いていきます。それでは下のドレインボルトからつけていきます。そして規定トルクで締めてあげます。OK。 そしたら次にこの上の穴にミッションオイルをあふれるまで入れていきます。そして今回はオイルを入れていくための工具を2種類用意しております。こちらアストロプロダクツのオイルサクションパンプ、ポンポンスポポンポン、ジューン。こちらが中身です。
そして硬いプラスチック系のホースと柔らかいナイロン系のホースが付属されております。そしてね、このサクションポンプなんですけど、プラスチック系と金属系があるんですけど、金属系は結構ね漏れるっていう噂を聞いていますので、今回はこちらのプラスチック系を使っていきます。あーすごいすごいトロトロだよ。おお、結構吸えてるよ。あ、垂れ出した垂れ出した。ざっくりね 2.8 ぐらい入りましたね。オイルが溢れてきたので規定トルクで締めてあげます。まあ、この時にね締めすぎないように気をつけてください。締めすぎるとねここが割れて大ごとになってしまうので、規定トルクは守ってください。これでミッションオイルの交換は完了です。次にデフオイルを交換していきます。デフもミッションオイルと同様、まず下にドレインボルトがあって、このぐるっと回った上の部分にフィラーボルトがあるので、緩めるなり外すなりしていきます。よっ、あ、切るんだ。オッケー、はい、よし、るんだ。ほっ、いいね。オイルがだいたい出終わったので、きれいにしてシールテープを巻いた状態で蓋をしていきます。ではオイルがしっかり抜けたということで、こちらデフオイル入れていきます。そして先ほどはサクションポンプを使ってオイルを入れたんですけど、今度はこちら六角軸デンドルミニポンプというものを使ってデフオイルを入れていきます。これがですね、回転方向が決まっていて、一応指示としてはこれ右回転してくださいよってなってるので、ドリルをこのようにセットさせて右回転すると、こっちのホースから入ってこの反対側のホースからオイルがビューンって出ていくやつ、まあ、めっちゃ簡単だと思います。まずは出口のホースをここに差し込みます。でオイル缶にセット。それではオイルを吸い上げていきます。3、2、1、ゴー。おお、来た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 、おお、上がってった、いけいけゴーゴー、めっちゃ入りよるやん。お、垂れてきた垂れてきたよ、オッケー。あとはパーツクリーナーを使って残ったオイルをねしっかり洗い流します。では車体を下ろしていきます。ロック解除、第2ロック解除、リフト下げます。ミッションオイルとデフオイルの交換が終わったので、実際どのような変化があるのかをね体感していきます。まずねエンジンが冷えてる時と温まった時のね変化を見ていきます。そうですね、劇的変化っていうのは私個人としては分かりません。コーナーも特に変化を感じれてないですね。ではオイルが温まった状態でもう一度走行してみます。
ね、あんまりわからないですね。温まってもコーナリングのフィーリングは体感できないんですけど、まあやっぱギアのこの入れるスムーズさはちょっと良くなってるかなってぐらいで、そこまで劇的に変化っていうのは感じられませんでした。てな感じで走行を実際してきたんですけど、めっちゃ変わったって体感できるほどの変化は感じられませんでした。ただしね、デフオイルもミッションオイルも消耗品になるので定期的な交換は必ずしてください。交換を怠ってしまうとミッションやデフのね破損につながってしまって、修理代の方がめちゃくちゃ高くなるっていうことがあるので、本当ね定期的なメンテナンスは大事だと思います。そして今回の動画がこのガレージで初めての整備動画だったんですけど、めちゃくちゃ楽しいです。こちらの諸事情なんですけど、カメラがもう自由なところに入るのと、照明がねもう自由自在にたけるので撮影がしやすい。今後はね下回りの撮影もね積極的にやっていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカエンジョイ。今回使用した工具やオイルは下記の概要欄に詳細が載ってますので、気になる方がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram をやっていて、動画を配信するより先に最新情報が載っていることがあるので、気になる方がいましたらフォローもよろしくお願いいたします。そしてブログも始めましたのでぜひ見てください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。